こんにちは、佐賀市からです。私は今、4月1日にリニューアルオープンした三瀬温泉やまびこの湯に来ています。どんなところが新しくなったんでしょうか。早速中に入ってみます。今回ご案内いただくのはやまびこの湯広報担当の月さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。去年の10月から半年かけて大改装されたそうなんですが、大きくまずはどこが変わったんでしょうか。はい、なんといっても三瀬は景色がとてもいいですので、はい、どこからもその景色を眺めることができるようにいたしました。はい、まずはもう入った途端にバンと広がるこの広々としたロビーですね。そうですよね、三瀬の森がバーンと見えますね。そうですね。はい、あとは大きく変わったところは大浴場でして、はい、広さは以前の2倍になっております。景色を眺めながらゆったり浸かることができます。はい、楽しみですね。はい、そして家族風呂もできたんですよね。はい、以前より1部屋増えまして合計6部屋ございます。はいはい、そちらも広さが広くなっておりますので、ご家族でですねゆったりカップルですねゆったり入ることができます。もう三瀬のお味も楽しめると聞きました。はい、はい、こちらもですね新たに作りました、三瀬の景色を眺めながらお食事を楽しめる展望レストランがございます。三瀬特産のお野菜ですとか、はい、食材を使った料理を楽しむことができます。盛りだくさんの内容ですが、はい、それではまずは大浴場の方からお願いします。はい、こちらが招福の湯ですね。はい、広さが2倍になりました。はい、脱衣所も広々してますね。はい、こちらもリニューアルをいたしまして広さが2倍になっております。はい、ロッカーもたくさんですね。あ、こちらが露天風呂ですね。わあ、本当に生地が、ね、見えて気持ちいいですね。はい、こちらは源泉かけ流しなんですよ。実は露天風呂もう一つあるんです。もう一つ、あ、ここが2つ目の露天風呂。また景色が違って気持ちいいですね。はい、木々に花が咲いてたりしてこちらも雰囲気いいですね。そうです、季節によって景色も違いますのでいろいろな景色を楽しみいただけるかと思います。こちらの温泉どんな方にいいんでしょうか。やまびこの湯は単純弱放射能泉で座骨神経痛やアトピーなどによく効くと言われています。柔らかいお湯で癖がなく湯上がりがさっぱりします。サウナは新しく新設いたしまして大浴場からもすぐ近くにありますのでスムーズにご利用いただけます。招福の湯本当に盛りだくさんでこんなに楽しめるって女性の特権、女湯とありますね。いえいえ、そんなことはございません。1週間ごとに週替わりで変わりますので女性の方も男性の方もお楽しみいただくことができます。そうなんですね。こちらがもう一つのお風呂、長寿の湯ですね。どんなお風呂でしょうか。はい、はい、こちらも脱衣所大浴場ともに以前の2倍の広さになっております。はい、壁だったところが今は通路になってるんですね。はい、通路になっております。こちら長寿の湯はサウナが2つとまた招福の湯にない打たせ湯がございます。はい、はい、そして外に出ると、です新たに露天風呂を新設いたしました。ね、こちらも露天風呂があって新しいんですね。はい、1週間交代で男湯、はい、女湯と入れ替わって楽しめる、はい、ということなんですね。はい、この長い廊下、真新しい廊下の両サイドには何があるんですか。はい、こちらはですね、右手が家族風呂、はい、左手は貸し切り和室でございます。はい、では、はい、まず家族風呂からご案内します。はい、はい、お部屋の名前はこちら三瀬周辺の山をですね名前になっておりまして、ではその中の一つ鬼ヶ花というお部屋をご案内します。はい、うわー、こちらはまたヒノキのいい香りがしますね。はい、そうですね、こちらですね、家族風呂の6室の中でも一番大人気のお部屋でございまして、はい、総ヒノキのですね樽風呂でございます。大分の日田の職人さんがですね本当に手作りで一から作っていただいた本当に、まあ、高価なものなんですけど。そうなんですね。はい、本当にヒノキのいい香り、そして景色も楽しめて、
壁も天井も全部ヒノキなんですね。はい、そしてこちらは、はい、こちらは高山というお風呂でして、バリアフリータイプのお風呂でございます。はい、段差がないんですね。そうです、はい、車椅子でも入れるようになってますね。はい、お作りになっております。お風呂の広さは家族風呂の中でも一番広いですので、はい、体の不自由な方ですとか、家族連れの方に喜ばれております。はい、家族風呂この他にも4つあるんですが、はい、勝木さん面白い話があるんですね。はい、そうなんです。実はその6つの中のどれか1つにですね、はい、なんとハートの石が埋め込まれているお風呂がございまして、はい、それはもうカップルの方とか新婚さんとかに喜ばれそうですよね。はい、予約の時に聞けば教えていただけそうですね。はい、はい、気になる方はぜひ。はい、ちなみに予約を取れるのは、はい、平日はですねお電話でご予約を受けたまっております。はい、土日祝日はどうしてもちょっと利用される方が多いものですから、ご来館いただいてのご予約を取っておりますので、はい、よろしくお願いします。こちらはまたたくさんの人が入りそうですね。はい、こちら大広間でございます。はい、広さは約90畳ございます。はい、こちらステージはですね、演舞ですとか歌謡ショー、そういったイベントごとに使用しております。さて廊下の反対側です。こちらは貸切和室でございます。はい、見させていただいていいですか。はい、本当にこちらも畳の真新しい香りがしますね。はい、8畳の畳の部屋でして、はいはい、ご入浴後のですね、休憩にはもちろんなんですけれども、はい、お友達同士の集まりですとか、はい、また集会などですね、そういったものでご利用いただいております。勝木さん、お昼時になってきてちょっとお腹が空いてきたんですが。そうですね、はいはい、ではこちら展望レストラン山彦でございます。はい、うわ、もうなんといっても窓が広くて開放的ですね。はい、以前はこちらトレーニングジムがありましたが、はい、今回このように展望レストランにいたしまして、はい、お客様に大変喜ばれております。うわ、そうなんですね。なんだかいい匂いがしてますけども、はい、お料理は、はい、こちらバイキングでございます。はい、レストラン山彦店長の米倉さんです。よろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いいたします。いい匂いがしてますか。どんなお料理が並んでるんですか。はい、惣菜を中心とした料理メニュー構成になっております。はい、うわ、梅ひじきご飯と、はい、わかめご飯、ちょっと見てもいいですか。はい、はい、どうぞ。うわ、色も綺麗ですね。あ、こちらも、うわ、錦糸卵とわかめと色がいいですね。はい、料理長寺も塩焼きそばもありますし、パスタに、はい、ウインナーに揚げたこ焼きにと、はい、もうこちらは子どもたちも大喜びという感じのお料理ですけれども。はい、まあ、三重鶏の唐揚げと、うん、三重のおからコロッケになりますね。まあ、これも自家製になりますので。はい、はい、そして見てください、こちらブルーベリーライスとありますけど、はい、ブルーベリー特産なんですよね。そうですね、まあ、ご覧いただいて色も鮮やかですので。綺麗ですね。はい、わあ、レストラン山彦、私どもこの料理については三重村の食材を生かしております。皆様ぜひ一度お越しくださいませ。私も軽く撮らせていただきましたけども、はい、こんなに山盛りになってしまって、でも本当にいろんな種類あるんですね。そうですね、うん、約35種類ほど取り揃えております。はい、どれも美味しそうだったんですけど、はい、お味付けとかはどうされてるんですか。はい、味付けはですね、当初はちょっと田舎料理ということで薄めにしてたんですけれども、お客様からですね、もうちょっと濃い味の方がいいというご意見が多かったもので、はいはい、そういった声をですね取り寄せまして、ちょっと濃いめの味付けにしております。いろんな方にですね毎回来ていただけるようにメニューはですね定期的に変えております。この料理長自慢のブルーベリーライスがすごく気になってたんですけども、はい、この佐賀市からの番組でもブルーベリー園に取材に行ったことがあるんですけども、どんなお味でしょうか。いかがですか。やっぱりお寿司みたいな。そうですね、うん、
そしてほんのり甘酸っぱいという、とっても美味しいですね。わー、本当に野菜がいっぱい食べれますよね。お野菜は三瀬さんの新鮮なお野菜を使っておりますので、たくさんお召し上がりいただけるかと思います。ランチタイム逃した方はここに来ればいいんですね。はい、そうです。はい、どんなメニューがありますか？おうどんですとか、はい、カレーですね、はい、特製のカレー、あとは丼物をご用意しております。はい、こちらは、温泉大広間で召し上がっていただくことができますと書かれてますね、はいはい、こちらでご購入いただきまして、はい、セルフサービスで大広間までお持ちいただいて召し上がりいただくことができます、はい、もちろんこちらにもイートインコーナーがあるということですね、はいはい、そうです。はい、軽く食べる分にはこちらでということでしょうかね、はいはい、駄菓子コーナーというのもあります、はい、ね、なんだかちっちゃなおもちゃとか、そうですね、あるんですね。そしてこちらに産直のものでしょうか、はい、あるんですね。おまんじゅうですとか、あ、見てください、三瀬温泉やまびこの湯に行ってきましたと書かれたおやもちもありますね、はい、三瀬さんのコシヒカリですとか、はいはい、他にあの佐賀市のですね、佐賀の特産物ご用意しておりますので、はい、なんかお土産もたくさん買えそうですね。百貨店ほかほかです、はいはい、こちらが、三瀬さんの米粉と中にあんが入った三瀬恵比寿餅でございます。はい、香ばしい香りがしますね、はい、なんだか外がちょっともなかに似た感じなんですけども、焼きたてほやほやで、はい、はい、ぜひ食べてみてください。いただきます。うん、わっ、わっ、うん、柔らかい、でも外側が香ばしくて美味しいですね、はい、うん、なんだか梅貝餅に似てますね。そうですね。失礼します。あ、来た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 、魚が、はい、寄っていかがですか？わー、わー、すごい、くすぐったいですよね。くすぐったいですね。こちらのこの感覚がマッサージ効果がありまして、はい、そうなんですね、はい、フィッシュセラピーはやはりこのお魚たち、小さなお魚たちを見て癒されるという意味でもセラピーという名がついております。この魚たちがマッサージをしてくれているということなんですね。はい、それと同時に、はい、あの皮膚の古い角質ですとかそういったものを、はい、食べてくれてるっていうことですね。うわー、すごい寄ってきました、はい、食べてください館内ぐるりとご案内いただいたんですけれども、一日がかりでまた何度来ても楽しめそうな盛りだくさんの内容ですね、はい、ポイントカードもできたと伺いました。はい、こちらでございます、はい、つい最近スタートいたしました、はいはい、こちらのポイントカード、はい、105円のご利用につき1ポイントポイントが加算されます、はい、合計で100ポイント貯まりますと温泉の入浴が1回無料になります、はい、このカードを持って繰り返し来ていただければと思います、はいはい、そして先ほど恵比寿餅いただいたんですけれども、はい、表の方に恵比寿様の像があるんですよね、はい、佐賀 の88カ所恵比寿巡り、はい、ということで、三瀬温泉やまびこの湯の敷地内にある恵比寿さんはちょうど88番目の恵比寿さんということで、はい、一番新しくまた目鼻立ちがはっきりしてまして、うん、とてもハンサムな恵比寿さんが、はい、いらっしゃいま す、ね、中でも森林浴、そして外の景色で森林浴2倍楽しめますよね、はいはい、皆さんもぜひお越しください、はい、ぜひお待ちしております。今日はありがとうございました、はい、ありがとうございます。